アルタ。アルタ、ARTA は、元レーシングドライバーの鈴木アグリとオートバックスが、提携して1997年に設立した、日本のモータースポーツプロジェクト及びブランド。正式名称は、オートバックスレーシングチームアグリ、オートバックスレーシングチームアグリ。1回1でチャンピオン争いをできるような世界に、通用するドライバーを発掘。 育成することを目的に設立されたプロジェクトで、当初は、アルタ F1 プロジェクトとしていたが、会一の文字を正式な許可なく、用意したことが問題となり、後に、アルタプロジェクトに変更した。レーシングカートの大会、アルタチャレンジを主催し、若年層の才能発掘と育成を目指すほか、会カテゴリーに参戦する若い才能へのサポートを行い、レーシングチームとしては、 フォーミュラ日本や全日本 GT 選手権 JGTC 現スーパー GT に参戦2001年には同プロジェクトの支援を受けた金石敏光がドイツ解散のシリーズチャンピオンに輝いているほか2003年には金石勝友をドイツツーリングカー選手権に送り込むなどドライバー支援の形でのスポンサードも積極的に行っている2007年には アルタとして参戦、あるいはドライバーのサポートを行っているカテゴリーがと、モータースポーツの底辺から頂点までを占めるようになり、世界最大規模のレーシングプロジェクト体系となった。しかし、2007年限りで R から撤退。2008年には、スーパーアグリカ1チームがシーズン途中で撤退。2009年は、経済情勢の悪化から、フォーミュラ日本参戦を断念するなど、 活動規模は縮小されが、現在も日本有数のレーシングチームの一つである。21年目となる2018年より、アルタプロジェクトから、アルタへと解消しろ後も一新。レーシングチーム名から、スポーツブランドへ進化したことを発表。フォーミュラ日本発足時、1996年から参戦していた、フナイスーパーアグリ、フナイスーパーアグリが、 1998年より、アルタとなる。2002年までに優勝は3回のみで、いずれのシーズンもチームドライバーともに、チャンピオン争いに大きく絡むことはなかった。2003年は、チームルマンとのジョイントチーム、フォーラムイン、アルタチームレモンズ、フォーラムエンジニアリング ARTA チームルマンで参戦したが、実質的には、チームルマンそのものであり、この体制は1年で終了。 このシーズンをもってシリーズから一時撤退。2006年より参戦を再開。メンテナンスはスーパー GT と同様にドームへ委託。予選では速さを見せるが決勝での結果に結びつかず、同一の体制で臨んだ2007年も制裁なくシーズンを終えた。2008年には自社メンテ体制に変更するも状況は好転せず、経済情勢の悪化などもあって2009年より、 再び参戦を休止した。1998年1999年には、スカイライン GT-R で参戦した。2000年よりホンダとジョイントし、マシンを NSX に変更。初年度は、オーナードライバーのアグリに加えて、土屋慶一がドライブした。2001年よりアグリに変わって、金石勝友がドライブし、この年、最終戦までタイトル争いを演じた。 2003年は、金石勝友のドイツツーリングカー選手権、DTM 参戦に伴い、いとこの金石都光がドライブ。この年で、土屋慶一が現役ドライバーを引退した。2004年は、DTM 帰りの金石勝友と、伊藤大輔がドライブした。この年は、前年に引退した土屋慶一が監督に就任。しかしマシンの不調もあり。 わずか2ポイントしか獲得できなかった。2005年からは、チームホンダレイシングとして、高田ドーム NSX 同様、ホンダワークスとなり、総監督に鈴木あぐり、監督にドームの中村拓也を迎えた体制となった。ドライバーは、昨年に引き続き伊藤大輔と、もう一人は、当初ジョナサンコシだったが、開幕直前に、元会一ドライバーのラルフ・ファーマンに変更した。 シーズン序盤はやや苦戦気味であったが、第3戦、セパンから他チームに先駆けて、ターボエンジンからナエンジンへ乾燥したのを機に復調。ポールポジションを3回獲得し、第7戦、オートポリスでは、ポール2ウィンで優勝を遂げ、最終戦までチャンピオン争いを繰り広げた。2006年も引き続き伊藤大輔とラルフ・ファーマンのコンビで参戦。開幕戦では圧倒的な 速さで、ポールポジションを獲得したが、なかなか優勝することができないでいた。しかし第4戦、セパンでポールトゥ・ウィンを飾ることができた。一時は、ポイントランキングトップにつけるも後半戦で不運に次ぐ、不運により交代。ランキング7位でシーズンを終えた。2007年は、チームホンダレイシングを解散し、再び、アルタとして、前年と同じ夫人で参戦する。 開幕戦、鈴鹿では最終ラップでリタイアしたものの圧倒的な速さを見せ、予選では鈴鹿における GT500 コースレコードを樹立した第2戦、岡山、第5戦、菅尾で優勝し早くも2勝を挙げる。さらに勢いは止まらず、ボーナスポイントの入る、第6戦、鈴鹿 1000km で2位に入ると最終戦を前にした第8戦、オートポリスでは優勝を飾り、 アルタ NSX はホンダにとって二度目となるシリーズタイトルを最終戦を待たずして獲得した。これは JGTC 時代を含めて GT500 史上初めてのことである。2008年はメンテナンス体制が自社スーパーアグリカンパニーメンテ体制に回帰することになり、再びサテライトチームの位置づけに戻ることになった。ドライバーも伊藤大介が トヨタ陣営のチームルーマに移籍したため、ラルフ・ファーマンが、エースの役目を果たす一方で、パートナーには新たに、ルーキーの伊沢拓也が選ばれることになった。第4戦、セパンでは22号車とのトップ争いの最中、伊沢の判断ミスもあり1コーナーで接触、ドライブスルーペナルティを受けて、優勝争いから脱落した、その後驚異的な、速さで追い上げ3位までくらいを戻すが、 マシントラブルによりリタイア。第5戦、菅尾でも18号車と激しくトップを争うが、最終コーナーで300に詰まった道場を、外から抜こうとしたイサワは、タイヤカスに足を取られオバーラン、激しくクラッシュした。最終的に3度の表彰台を獲得したもののタ6戦は、すべてノーポイントに終わり、ランキング7位となった。NSX 最終年となった2009年は、 前年に引き続きラルフ・ハーマンと伊沢拓也のコンビで参戦。第7戦、富士と最終戦、モテギで2勝を挙げ、ランキング2位でシーズンを終えている。2010年は、車両も HSV-010GT に変更した。第6戦、鈴鹿では、このレースのために、第3ドライバーとして登録していた小林隆が、GT500 史上最年少となる。 ポールポジションを獲得し、レースも優勝を飾った。しかし、これ以外は制裁を欠き、シリーズ11位でシーズンを終えた。2011年は、小林隆がレギュラーに昇格し、武藤秀則とコンビを組んだが、チームランキング15位、ドライバーズランキング14位と低迷した。翌2012年は武藤に代わって、ラルフ・ファーマンが復帰したが、チームランキング15位。 ドライバーズランキング16位に終わる。HSV-010 最終年となる2013年は、前年まで GT300 クラスに参戦していた松浦康介が小林隆史と入れ替わり、ラルフ・ファーマンとコンビを組んで参戦。第4戦、菅尾では天候が目まぐるしく変わった影響で、トップグループが集団クラッシュすると、その感激をつき、 パンクに見舞われた、デンソ・コベルコ SC430 の脇坂と一を、かわす。直後キーパー TOMSSC430 の、伊藤大輔を、オーバーテイクし、元アルタの二人を抜き去り残り9周で、トップに立つ。ファイナルラップ、GT300 クラスのトップアルタ CR、ZGT に追いつくと、そのままランデビュー走行を繰り広げ二台同時に、トップチェッカー。 アルタ HSV-010 にとって3年ぶりの優勝、アルタ初の両クラス同時優勝を飾った。2014年はファーマンに代わって元会一ドライバーの B 担当によりうっ強気を松浦とコンビを組んだ。チームランキング14位、ドライバーズランキング16位。2017年は小林隆が2012年以来の GT500 復帰昇格。 のじりともきとコンビを組むこととなった。第五戦では開幕戦から続いた、レクサスの連勝を止める、ポールトゥーイン、2013年代4戦の時と同じく300クラスでも、アルタ M6 が優勝を飾り、史上初の両カテゴリポー,ールトゥーインを成し遂げた。2018年は再び、小林隆に代わり、国光から遺跡の伊沢拓也が復帰した。 三沢は昨年までの不振を振り払い、第3戦で優勝を果たすと、第6戦でも2位表彰台を獲得。最終戦、モテギでは、ポールトゥーインで優勝するも、ドライバーズランキング、チームランキングともに3位に終わった。2001年に、トヨタ MRS で参戦を開始。2002年には、新田森を高木真一のコンビで、シリーズチャンピオンを獲得した。 2003年にマシンをオートバックスが独自開発したガラヤにスイッチする。この年はコーナリングはいいものの日産から供給された SR20 デッドシルビアと同一エンジンがパワー不足で不本意な成績に終わる。翌2004年にはエンジンを同じ日産製の VQ35 で GT300 クラスに参戦したフェアレディ Z と 同一エンジンに換装するなどのパワーアップを図り、に連勝するなど活躍し、チャンピオン争いをするが、1ポイント差で敗れる。2005年も第7戦、オートポリスまでポイントランキングトップだったが、最終戦で敗れて、シリーズ総合3位に終わってる。シーズン中に、監督のチャンピオンになれなかったらチーム解散という一言があったことから、 この年を限りに参戦を終了することとなった。しかし、2007年に鈴木アグリのプロジェクト発足10年目という節目の年に、どうしてもガライアを走らせたかったという思いから、再び2005年と同じ夫人での参戦が決まった。1年のブランクがあったもののもともと早いマシンがゆえか、公式テストでは他に引けを取らないポテンシャルを見せた。シーズンでは開幕直後こそ、 トラブル等でかんばしくない成績を残していたが、第3戦、富士で優勝を果たしている。しかし中盤は和風運に見舞われることが多くなかなか成果が残せなかったものの、第6戦と第7戦で連続表彰台で巻き返しを見せ、チャンピオン争いに残ったが、結局シリーズ4位という結果に終わり、タイトル獲得には至らなかった。2008年も引き続き同じ体制で参戦することに、 なった。マシンは、前年度同様ガライアであるが、シャシーが心臓されており、第2戦、岡山と、第5戦、菅尾で優勝、46号車モーラと最後まで、タイトルを争った。46号車は、最終ラップ最終コーナーの時点で7位であり、ガライアがタイトルを手にしたかと思われたが、ストレートで同じ日産の81号車大ンアドン、Z がスローダウン。 46号車が6位に上がり1ポイント差で逆転されシリーズ2位でシーズンを終えた。2009年も前年同様の体制で参戦し、第3戦、富士で優勝、チームランキング4位、ドライバーズランキング5位でシーズンを終えている。2010年も新田、高木コンビで参戦を続けたが、シーズンは未勝利、ランキングも最終戦で、 フェアレディゼットに乗るハセミモータースポーツの星野和樹、柳田正隆組に逆転チャンピオンを許し、ランキング2位に終わった。2011年は、新田森尾がチームを離れ、代わりのドライバーとして、松浦康介を起用。さらに、それまで、GT300 クラスには、タイヤ供給を行っていなかったブリジストンがガライアのためだけに、GT300 ヨイアを開発。 供給するという体制で挑んだが、結果はドライバーズランキング12位、チームランキング10位に終わる。ガライア最終年の2012年も同様の体制でドライバーズランキング9位、チームランキング8位に終わった。2013年はマシンをホンダ CR-Z に変更し、カーナンバーも43から55に変更される。ドライバーは前年まで、 GT500 クラスに参戦していた小林隆が松浦康介と入れ替わり高木真一とコンビを組む BR 第3戦セパンで優勝し CRZGT の初勝利 GT300 におけるブリジストンの初勝利16号車の無限 CRZGT と共にワンツーフィニッシュを飾った BR 続く第4戦菅生でも速さと戦略のうまさを見せ優勝 2位に無限 CRZGT が入り、2戦連続 CRZGT のワンツーフィニッシュとなった。また、ファイナルラップで追いついた GT500 のトップアルタ HSV-010 とランデブー走行し、同時トップチェッカー、アルタ初の両クラス同時優勝を果たした。チームランキング、ドライバーズランキングいずれも7位。 2014年は2013年と同様の体制で、第3戦、オートポリスで優勝、チームランキング10位、ドライバーズランキング11位。2016年は昨年で、CR-ZGT での参戦を終了した、GT300 クラスでは、新たに BMW M6GT3 を投入。ドライバーは昨年と同様、高木慎一と小林隆が起用され、ドライバーズランキング5位。 チームランキング8位。2017年は GT500 クラスに昇格した小林に代わって、ショーン・ボーキン賞が加入、高木慎一とコンビを組んだ。第5戦、富士で優勝を飾り、最終戦のタイトル争いに残ったが、ドライバーズランキング、チームランキングともに4位でシーズンを終えた。2018年も前年と同様、 高木慎一とショーン・ウォーキンショーのコンビで参戦。第2戦、第5戦、共に、富士で優勝し、タイトル争いをリードするも最終戦で65号車、レンクフストース MG をドライブするクロサ、黒沢春樹、ガモウナオヤ組に逆転を許し、ドライバーズランキング、チームランキング共に2位に終わった。2000年代から、フレッシュマンはメイクスピード行事、海王。 S クラブの一環として、トヨタの主催する t r d ビッツチャレンジ、限定 GR ラリーチャレンジに参戦し若手育成を行った。2010年代には、アルタオートバックスラリーチームとして、全日本ラリー選手権にも参戦し、石川翔平、石川康志慶組が2015年に、スバル BRZ で JN4 クラスタイトルを獲得した。2018年現在は、 石川昌平、竹矢部栄二組が、トヨタビッツで JN3 クラスに参戦している。2003年より、エイドリアン・フェルナンデス率いるフェルナンデス・レーシングと提携し、スーパーアグリ・フェルナンデス・レーシング、スーパーアグリ・フェルナンデス・レーシングとして参戦。ドライバーには、ロジャー・ヤス川を起用。2004年からドライバーを、松浦康介に変更。 松浦はこの年のルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。2007年は、提携先をパンサー・レーシングに変更し、スーパー・アグリ・パンサー・レイシング、スーパー・アグリ・パンサー・レーシングとして参戦したが、目立った成果を上げることなくこの年をもって撤退した。2006年からスーパー・アグリ界1チームが F1 世界選手権に参戦。チーム自体は、アルタの直接運営ではないが、 オートバックスがスポンサーシップを行い、オートバックスモータースポーツの CM や、アルタ関係のイベントに登場し、アルタのホームページ上でもアルタ体系の頂点と記されるなど、アルタプロジェクトの一部としてみなされた。これによりアルタは、モータースポーツの底辺であるカートから、頂点の F1 までを網羅する、レーシングプロジェクト体系を完成。スーパーアグリカ1チームが、 アルタ出身の井出裕二を起用したことで説の目的である世界に通用する人材、ドライバーを育て底辺、カートから頂点、下位1までの道筋を示すを達成した。2008年シーズン途中でスーパーアフリカ1チームは資金面の問題から下位1から撤退、解散した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。